88ライジングが描く未来ナンバーアンダーライン愛のコーチェラ出演が示す意外な展開。ナンバーアンダーライン愛がコーチェラに出演世界音楽革命の証明ナンバーアンダーライン愛がコーチャラバレエミュージックアーツフェスティバル2024以下コーチェラに出演することは彼らがグローバルアーティストの一員であることを示す象徴とみなすことができます。 コーチェラは世界中から注目を集める最大級の音楽フェスティバルであり、その舞台に立つことは世界的な認知と評価を得る絶好の機会です。コーチェラは音楽ファンにとっての聖地であり、毎年数百万人の人々がコロラド砂漠の一角に集結します。私自身も何度かこのフェスティバルに参加したことがあり、その規模や多様性には驚かされます。 会場には数多くのステージが設置され、世界中から集まったミュージックラバーたちがカラフルで巨大なアートに囲まれながら、音楽とアートの祭典を楽しんでいます。コーチェラの魅力の一つは、最高峰の音響やステージセット、そしてアーティストたちの魅力を最大限に引き出す演出にあります。今年、No.1 Line I は8 8 r i s i n 主催の特別ステージ。 8 8八ライジング f ューチャー e a ーに出演します。8 8八ライジングはアジアの才能を世界に向けて発信するグローバルな音楽レーベル兼メディアプラットフォームです。このレーベルにはジョジやリッチ・ブライアン、ハイヤー・ブラザーズなど個性豊かなアジア系アーティストが所属しており、彼らの存在はアジアの音楽シーンにおいて大きなインパクトを持っています。ナンバーアンダーライン愛は 日本初のアーティストとして注目を集めており、彼らのコーチェラでのパフォーマンスがどのような輝きを放つのか期待が高まります。彼らの音楽はラップとダンスのスキルを兼ね備えており、R&B からポップまで幅広いジャンルで活躍しています。彼らがコーチェラの舞台で披露するパフォーマンスは、間違いなくフェスティバルのハイライトの一つになるでしょう。 コーチェラの舞台に立つことは、アーティストにとっては大きな挑戦でもあります。過去には、ブラックピンクや 2NE1、エースパなどのダンスボーカルグループも、コーチェラで素晴らしいパフォーマンスを披露し、世界中のファンを魅了しました。彼らの成功例からもわかるように、コーチェラは音楽の境界を超え、多様な文化やバックグラウンドを持つ人々が集まる場でもあります。 今年も YouTube で、コーチェラのライブ配信が行われる予定です。世界中のファンがオンラインでフェスティバルの雰囲気を楽しむことができるので、心して目撃してみてください。コーチェラでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがどのようなものになるのか、楽しみに待ちましょう。彼らが世界の舞台でどれだけの輝きを放つのか、注目ですね。それでは、 楽しいフェスティバルをお楽しみください。メインステージとか特別ステージとか、そんなことは問題じゃない。出たくても出られない人たちだっているはず。一年前、もう表舞台に戻ってこないかも、歌って踊ってる姿を見れないかもって思った。一年後に、海外のフェスなんて興味がなかった私を、三人がどんどん新しい場所に連れ出してみたことのない景色を見せてくれる。 そんな私と同様に、今度は世界の人たちが3人を知るきっかけになるかもしれない。すぐ他グループと比べる人いるけど、比べる必要あるそれぞれ持ち味、良さがあって、ファンじゃなくても、この曲自心地よいな、好きだな、って感じることだれだってあるんじゃない。それがきっかけで、もっと知りたい、聞きたいになるかもしれない。 それって自分の世界や楽しみを広げてくれて豊かにしてくれる幸せなことじゃないこのフェスで他のアーティストのパフォーマンスを見て耳心地よい曲に出会えたらラッキーだなって楽しみにしてる。このフェスは出たいから出してくれと言っても無理で相手側からのオファーがないと出れない。いくら日本で売れてて CD が売れててもダメと今朝のワイドショーでやってた。 コーチェラにいつかは出てほしいとは思ってたがまさかもう最高峰に出ると思わなかった。特別ステージとはいえここにたどり着くのもなかなかすごいこと。まずはアジアのフェスとかアジアから攻めていくのかなと思ってたけど、ほんと信じられない。コーチェラに出ますって伝えられた時の3人の声が聞きたいわ。